あそこにいるのはティア。こんにちは。ああ、一人で何してるんだ。特に何も。あなたは。俺も特にあてもなくブラブラしてただけだ。そうだ、どうせだから一緒に散歩しないか。私と。ん、問題あったか。別に。よし、それじゃあ行こう。こうして街の中をただ歩くのも悪くないだろ。店の売り物を一軒ずつ見て回ったりさ。ティア、どうかしたか。さっきからずっと黙ってるけど。別にどうもしてない。そうか。デート。え、男性と女性が二人で歩くことをデートというのでは。いや、そうとは限らないんじゃないかな。ではデートではない。なんでそんな悲しそうな顔をするんだよ。一体こういう場合はどうしたら。私はデートをするのにふさわしい女性ではない。いや、そういうわけじゃ。ここで否定したらティアは自分がデートにふさわしい女性じゃないと思ってしまう。そうだな、デートだ。デート。これで一応良かったのかな。まだ何か。手は繋がない。え、て、手を。デートは手を繋ぐもの。そうなのかな。温かい。これでいいか。ではこのまま一緒に露店を見て回りたい。おう。うまそうだな。ちょうど小腹が空いてきたし食べようか。え、おごるよ、デートだしな。じゃあこのいちごチョコクリームというやつを。俺はどうしようかな。オーソドックスにチョコバナナにするか。すいません。美味しい。よかった、気に入ってもらえたみたいで。ん、どうかしたのか。ティア、一口。ああいいけど、プレミアにもよく一口あげてるんだよな。双子だから同じ思考になるのかな。お、私のも食べて。いいのか。はい。うまい。関節キス。関節キスを達成した。だからデート3か条のうち2つはクリアした。1つ目は手をつなぐこと。3か条って何。前にアスナとあなたが一緒に歩いている時、とても幸せそうだった。ただ一緒に歩く行為とは違うと感じたので、いろいろな人に聞いたところ、それがデートだと知った。デートとはお互いの愛情を確認する行為。そして3か条によって構成されていると。誰だ、ティアに変な知識を入れたのは。なので愛情を確認するために今デートを実行している。別にデートじゃなくても愛情は確認できると思うよ。愛情っていうのはお互いのことを思いやったりするだけで確認できることなんだ。お互いのことを思いやる。例えば俺やプレミアがティアを思いやる気持ちはティアに伝わってるだろ。伝わってる。それだって愛情だ。あなたの言うことが理解できたような気がする。あ、そっか、よかった。でもデートによる愛情の確認もしたい。え、だって理解できたって。確認は念入りに。いつもみんなが戦闘前に言っている。いや、それはポーションの残り数を調べるときに言ってる言葉で。
ではデートはもうやめる？ティアは自分なりの考えでいろいろなことを知ろうとしてるのかもしれない。わかった、ティアの望むようにしよう。ありがとう。それで俺は何をすればいい？デート3か条その3を実行する。相手との距離を詰めて互いの体を接触させる。これによって愛情を直接確認できるらしい。接触？ではハグというものを。ハグ？ちょっとそれは。やっと見つけました。あ、ブレミア、どうしてここに？抜け駆け禁止です。注意しにやってきました。抜け駆けではない、愛情確認。愛情を確認して愛人になろうとしている。あの二人とも一旦落ち着いて。選んでください、どちらが愛人であるか。いや頼むから愛人って声に出さないでくれ。どっちが愛人？そうだ、ここはひとまずクレープを食べないか。クレープ、魅力的です。ですがごまかそうとしていますか？いや、そういうわけじゃないよ。ただせっかくプレミアも来たんだし、みんなで食べたら美味しいだろうなって思って。なるほど、明暗です。もう、ティアは納得してないっぽいけど、とりあえずこの場をやり過ごせたみたいだな。美味しいです。つまり究極で至高です。プレミア、口元にクリームがついてる。私、ありがとうございます。ティア、みんなで食べるクレープはやっぱりうまいな。そして、はい、ほっとします。こういう気持ちは大事にしたいです。でもさっきまでのドキドキする気持ちを私は大事にしたい。ドキドキしたとは何ですか？別に、おかしなことはしてないぞ。なあ、ティア。なんでそこで黙るんだ！なんか言ってくれ！いかがわしいことをした？してないって！